ただいまご紹介にあずかりました九州大学の安浦でございます本日はこういうテーマでお話をさせていただきたいと思います今北川機構長のお話にございましたようにまあデータサイエンスデータ科学というのが第4の科学的方法論として登場し これをいかに使いこなすかが今後の科学技術の発展に非常に大きな意味を持つという時代になっているかと思います。で具体的にこの4つのものを使った実例でございますがこちらは遺伝犬の木村先生と 本学の内田教授の共同研究でございますが細胞の中心体がどういうふうに動くかというそういうメカニズムの理論があってでそれを確かめるために大量の細胞の画像データを集めてそしてそこから具体的に動きの定量化 の数理モデルを作っていくここがまさにデータ科学の場所です。で、それができると、計算科学を使ってシミュレーションで、それが本当にここで作ったモデルが実際の実験と合うかというのをチェックすることができて、そこから新しい動きのメカニズムの理論が展開されると。 まあこういう流れ、これはまあ一つの例でございますけど、動きが実際にあるわけです。で、これはその細胞の研究の専門家と木村先生と、それから画像データ処理の専門家の内田先生の二人の共同でやっている。こういう形で、 データサイエンスを使った新しい科学の進歩というのが生まれているということです。で工学の分野でも例えばあ都市工学とかあそういう,う都市を新しくしていくっていうのは一つの大きなあーテーマになっておりますがあサイバーフィジカルシステムと呼ばれるまあ実空間とお に対して我々計算機上にサイバー空間あの世を作ることができたわけです。で、この世の出来事をあの世に投射してで、あの世の方でじゃあこういうふうに動かしてみたら何が起こるかっていうことを推測してまたこの世にそのフィードバックをかけるというようなことができるそういう時代になったわけです。まあ今私ども九州大学の COI のプロジェクトで 都市 OS という名前でこういうシステムを作る研究をやっております。でここでも実質社会からいろんなセンサーでデータが上がってきてそれをその都市 OS 上の社会のイメージの中でデータからモデルを構築しシミュレーションしてそれを意思決定に結びつけていくというそういう ことをやって、その結果を実際の社会にフィードバックする。まあ、こういう流れが作れるわけですが、その中にいろいろな現代的な IT に関する研究テーマ等がございますで。その一番のこのセンサーから上がってくるデータを処理する部分がまさにデータサイエンスのテクノロジーが使われる。そういう手法を使って このループが回るようになるという例でございます。で、こういう話は。研究の話だけじゃなくて。まあ、大学でいうと、一番の使命は教育でございます。教育の現場にも、こういうことが使えるようになるわけです。で、えー、現在。まあ、いろんなところで、電子教科書、電子ブックというのはどんどん入ってきておりますが。あー 文部科学省さんは、2020年には、小中学校にも電子教科書を入れるということを言われております。で、そういう電子教科書を使ってきますと、今までできなかった、あいろんなことができる。本当に、例えば予習してきなさいといった時に生徒が予習したのか。電子教科書の場合は、まあ、読んだか読んでないかは別として、 そのページをめくったかめくってないかというデータは取れるわけです。どこにアンダーラインみたいな印をつけたかとかマーカーでマークをしたかとかそういうデータは取れるわけです。で実際に九州大学では全学生に今1年生から4年生まで全員に行き渡りましたけど学年進行で入学した時に必ず PC を自分で買うと BYODBring Your Own Device という ものを徹底してまして、それでもう電子教科書でしか勉強できないコースがいくつかあります。で、その電子教科書を読んだ時には、すべて前の日にどどこを見たかとかそういうデータは全部上がってきます。どの順番でページを見たか、どこにアンダーラインを引いたか、そういうデータが取れるようになってます。 1> 今、1日大体20万件弱のデータが上がってくるような環境を作って実際の特に1年生の講義でこれを使っております。で、いわゆる出席管理とかレポート管理をする e-learning システムと e-portfolio システム、そして電子教科書、これをうまく結びつけて 学生たちの教育に生かすとともにその学生たちがどういうふうに学んでいるかという実態を取っているわけです。まあ、いろんなデータ取れますでこれは例えば予習の達成度それからマーカーの数等を調べることができて先生はこのクラスはどれくらい予習してきているかっていうのを大体把握できる。 わけで,すで予習があまりしてなかったらしょうがないからちょっとイントロダクション的なところからしゃべるしもうほとんどの学生が全部読んできてるんだったらいきなりクエスチョンアンサーに入るとかそういう教育もできます。あるいはこれ先生にとっても怖いツールで、えー、生徒たちがどういう順番でページを見たかまあ非常に きれいに、こう、作られた順番に見ている場合もあればあ、あっちゃこちゃ飛ばないといけないっていうような教材もあるわけです。で、その辺を、今度先生たちに返したあなたの教材がどうも見にくいらしいよと。こういうような、そういう情報を返すこともできるわけです。で、実際は、この予習のデータからもう3年以上やってますんで、えー、最終試験の最初の3回ぐらいの予習の状況から、 最終試験の合否の予想を95%の確率ぐらいで当てることもできると <laughs>。で、これはやばそうだと、必ず落ちるよと思う子には、あらかじめいろいろ指導をしていくというようなことができるわけです。で、こういうビッグデータを使った教育っていうことをやると、先生も自分の 授業の設計がううまくいったかどうかどそれを授業で確認してそのデータからこの教育を自分の教え方を変えていくで学生の方にもそういうデータを返すことによって自分の学び方を変えていく、まあ、こういうことができるわけです。でえー 我々のところではこのラーニングアナリティクスセンターというのを作りましてここでいろんな教育分野社会科学あるいは物理数学いろんな先生方の協力を得てどういう指導をしていけばいいかあるいはどういう事業設計をしたらいいかというようなデータを取って進めているところでございます。 こんなふうに大学において教育も研究もこのデータサイエンスによって非常に大きく変わってくるそういう時代に我々差し掛かっているわけでございます。でそういう中で研究の分野でもデータサイエンスっていうのはあらゆる分野に絡んでくるんですべての学生にデータサイエンスの教育を与えると。 いうことが必須だろうということで今大学の中でそういう準備をしているところでございます情報関係で言いますともう一つ必須の講義としてこれは来年の四月あ今年の四月から導入いたしますけれどもサイバーセキュリティの講義を必修科目にして一年生の必修科目にしましたで全部職医学部も文学部も 工学部も全部局の学生がサイバーセキュリティの非常にイントロダクトリーな講義ですけれども受けないと卒業できないというようなこともやっております。でデータサイエンスについても同じような形に持っていこうということを考えております。で国の方も文部科学省の29年度予算の中にはこの大学の数理データサイエンスにかかる教科と。 という政策が盛り込まれているわけでございますこれは東数研の日口先ほどご紹介ありました樋口先生の,おのグループがなさったレポートに基づいて、えー、進められている政策だというふうに理解しておりますで、九州大学の方でもおこういうデータサイエンスの教育とお研究をお 定年時の学生それから高年,時の学生高年時はそれぞれの専門家庭が随分入ってきますのでその専門分野に合った教育が必要になりますし定年時は一般的なリテラシーとしてのデータサイエンスというような観点が非常に重要になってまいります。こういうい講義コースを こちらはもうすでに平成27年度から準備を始めまして29年度この4月から一部開校してまいります。で下の方は来年度予算で予算をいただくことになりましたんで準備をして30年からスタートしようということでいわゆるデータサイエンスの教育を あらゆる学科学科部の教育に入れていくもちろん情報系の科目ではプロフェッショナルを養成する教育を行いますけど一般基本教育としてデータサイエンスの考え方を入れていこうということでこの基幹教育委員という私どもの初年度の 1>, 1年生の教育をやる部分ですがそこでもそのデータサイエンスの教育を入れていく方向で進めているところでございます。で今言いましたように基幹教育で全学向け科目モジュール数理データサイエンス実践教育というのを入れてそして 高年時に行くとそれを各分野別に特化させたものにしていくというそういういことを考えておりますさらにそれは大学院につながっていくということでございますで、今なんでこういうデータサイエンスを一生懸命やらないといけないのかとこれは先ほどの北川機構長のお話もありましたように本当にあらゆる分野 いわゆる人文社会系も含めてあらゆる学術分野に共通してこのデータサイエンスのテクニックを取り入れないと次の科学技術の進歩はあり得ないという時代になっているという認識でございますで、この四つの理論科学実験科学計算科学データ科学の間で いろいろな方向で相互依存関係を作っていってどういう組み合わせでも手法を使えるそういう人間を育ってていかないと科学者はもちろんその社会でいろいろな問題解決をする人も育っていかないであろうとそういう考え方でございます。 で社会自身もいろんな分野で、えー、データサイエンティストを求めているわけです。で、一つ、うこれはアメリカの BHEF 産業界とおハイアエデュケーションの大学の連合体ですけど、そこのおこの2月にあった 集会の資料をちょっともらってきましたが例えばデータエンジニアいわゆるビッグデータを取り扱う技術を持った人この人たちがポジション的には55万人ぐらい必要でまあ年収が7万ドルと7万8千ドルですかあるいはもうちょっと高級なことができるデータサイエンティストこの辺になると まあ5万人ぐらい必要で、えーまあ、年俸で9万4千ドルとさらにはあいわゆるそのビジネスのリーダークラスですね、えー、そういう人たち CEO とか CDO とか CIO このレベルの人たちにもこの辺の知識は必須であるということをうたっております。まあ、面白いのは あのこのおすみませんあ一,一つ戻してくださいえこちらのおデータアナリシストの給与の方があー次の CIO よりも高いという <laughs> まあこれはアメリカのお例ですけどお、まあ、それくらい重要な意味を持っているということでございます。 で、えー、じゃあデータサイエンス教育ってな何を教えればいいのかってこれ大学で新しい科目を作るってものすごく難しいわけですもうそれぞれの分野でカリクラムはパンパンで、えー、新しいものに入れるっていったら徹底的な反抗もうあ反発を受けるわけですねでこれをどういうふうに入れていくかこれはやっぱりじわじわと入れるしかないんですね でじわじわと入れるためにはもう最初はコアしか入れられないそのコアの部分をどうするかっていうのが非常に重要なポイントになってきます。で、えー、まあデータに潜む知識や法則性を発見する能力、まあ、これが一番大事なわけですけどそれをいろいろなあ真面目にやったらこんなものを全部やらないといけなくてこれこれ、えー 情報を専攻する学生ならともかくうそうでない学生にこんなものを教えろって言ったらあ機械や道くの先生からぶん殴られるというそういう状況なわけでございます。で、そこで我々考えましたのはあまず、で、卒論をそれぞれの分野で書くためのデータ解析、えっと、そういう学生のためのデータ解析のプログラムを 使って、えー、まあ,あプログラム実装の予行演習をやらせてで、まあ、そのためにはその基本技術をちゃんとお学ばないといけないで、えー、だからあーデータ解析の基本技術の原理を学ぶ必要があると言って、えー、とにかくどのくの先生でも絶対に、えー、一番下の 先生のところの卒論でもデータ解析必要でしょとだからこういうふうなあロジックで、えー、やっぱりベースは教えておかないといけませんよねと。でそれを個別に作ってくださいって言ったらまた反発されるんで、えー、割と分かりやすい直感に訴える画像データというところだけ取って、えー、そこで、えー、一つの誰にでも分かるような例題でまずは教えていこうと。 でえー、あんまりいい理論をやるとやはり学生も逃げますのでデータ解析の実践に重点を置いて画像を練習題材とすることで直感に訴えるで自分自身の研究内容が題材になりやすいようなそういうことでモチベーションを上げる、まあ、こういう方向で教育を導入していこうと。 いうふうふに考えてますで、えーまあ、データサイエンスというのはあらゆる科学技術の基本ですということでこれを強く皆さんに訴えているところでございます。でビッグデータの時代デッタバイトというのは10の21乗です。で10の21乗ってどれくらいかパッと思いつかないんです。実は水のの分子の直径と 太陽から木星までの距離。これの比が10の21乗です。要するに、なので行くと天文学の差なんです。こんなものを普通の頭で考えたら連続的に考えられるものではないと。だからここでジャンプしないといけませんよねということを訴えながら、さらにオープンデータの時代に入って先生方のあらゆる分野のデータは オープンにしないといけないそういう時代で、しかもその量はすぐにこのゼッタバイトぐらいの大きさになるんだということをご理解いただきながら、ああ教育あるいは研究のツールとしてこういうものを入れていくといことをやっているというわけでございます。で、オープンサイエンスっていうのがもう一方で非常に大きなポイントになってくるわけで、研究データっていうのは公開しないといけないという世の中の流れが 出てきてきますでこの流れをどういうふうに我々理解しないといけないかといいますと公開するということはこれは研究者の責任そしてその公開をする環境を作るのはその研究者が所属している機関大学とか研究所の責任そして流通をサポートするのは図書館の責任というふうに整理されつつあります。ということは あ大学経営の立場からいきましてもとにかくビッグデータが扱える大量に作,作られてくる例えばゲノムのデータをちゃんと保全する仕掛けを大学が持つということが非常に重要になってくるわけです。でこれを各大学ににやるいいうのは非常に難しい、えーこれはあ 文部科学省さんに大学の予算を2倍にしていただかないとできない話でございます。で、そこで我々頼ろうとしているのが、この機構でございまして、情報システム研究機構の方で、特に国立情報学研究所の方で、こういうデータの公開基盤、 公開の基盤と管理の基盤とそれから検索の基盤こういったものを整備してご提供いただくというお話を聞いております。で、ここにぜひ期待したいというふうに思っておりますので、え機構の方にはよろしく <laughs> お願いしたいと思っております。で、えデータサイエンス による我々は新しい時代に入ろうとしているということで、これが先ほど言いましたように、その十の二十一条というようなそういう大きな変化を我々今体験しつつあるわけです。で、我々が経験したことがない時代、極端に言いますと歴史に学べない時代に我々は。 入ってしまっているということでここに対する対応としてこのデータサイエンスの問題をしっかり受け止めないといけないと思いますで、そのためには教育や研究に全く新しい発想というのが必要になってまいりますしデータに基づく新しい科学の哲学あるいはこれは必ず倫理が伴いますで、 特に人のいわゆる個人情報あるいはプライバシーに関する問題を扱うときには倫理の問題と常に衝突が起こりますしそういうものを解決していくための社会の指導原理ここはぜひ社会科学の先生方にあるいは人文科学の先生方にもっと深く 関与していいいたただきたい部分でございますがこういったところと協力しながらこういう新しい社会をどう作っていくか大きなデータがあってそこからいろんなものを意図的にフェイクデータということだってありえるわけでございますからそういうことも視野に入れた新しい倫理とか社会主の指導原理を 作っていいいただく必要があるでないかと思いますでそこで最終的に科学や技術と社会をどう調和させるかという問題が我々に課された非常に大きな問題として提起されているんだという認識でおります。ということでまあ非常に急ぎ足でございましたけど 九州大学の方ではこのデータサイエンスという問題をすべての分野科学技術の分野科学の分野技術の分野に対して必然の手法として教育していくで教育自身も科学的なデータに基づく教育に変えていくとこれは将来的には初等中等教育や 社会人教育障害教育にも反映されますし多分我々が持っている健康のヘルスデータと同じように我々のラーニングレコードというものがずっとついて回るそういう時代に入っていくんだというふうに思っておりますでそういう時代に耐えられる教育あるいは研究をこの機構を中心にますます発展させていただければと思います。 いうふうに思います私の講演をこれで終わらせていただきますどうもご清聴ありがとうございます